もったいないとかって思うかもしれませんが、取っちゃう。表面積がしっかり、ね、取れるように。こんにちは、激花の古谷です。リアルタイムで見てる方はこんばんは、古谷です。ちょっと画角的に顔を出すのが難しい。今日ですね、実家の庭に来たんですけども、クリスマスローズの手入れ、3月23日なので3月下旬、もう結構ね先咲いてるクリスマスローズのお手入れです。花の状態によってそれぞれ違うので、またカメラ動かしながらですね説明を入れていきたいというふうに思います。今日はハサミを使わないお手入れということでやっていきたいなというふうに思います。まずですね、見ていただきたいのがアブラムシ来てるね。結構ねアブラムシ来てるね。ちょっとねプチッと取っちゃいますけど、ちょっとかわいそうだけど取ります。まずこれね、プチドールっていう品種、横山さんの品種なんですけど、見えるかな、これね。こういうのって、まあこれから咲くんで OK じゃないですか。で、次これ咲き切ったやつで、種がつき始めてるやつ、これどうするかっていうお話をしていきます。もう一種類、もうちょっと、プチッといきますね。雌しべがまだついてるやつ。で、長くクリスマスローズを楽しみたい方向けとか、切り花で楽しみたい方とか、それぞれね思いが違うと思うんですよね。それぞれの方法について実演をしていきます。まずこれ咲き始め、これめっちゃ綺麗ですね。これはもう何もせずにそのまんま楽しんでいただければ OK です。で、特にこの花の多い品種、下の方からやっぱり開花してって、上の方が最後に咲くっていう感じなんですよ。これ枝分かれしてね、こういう風に下の方から咲いていくんですけど、下の方のやつは先に種ができます。こっちもそうなんですけど種ができます。種ができたら長く楽しみたい方はこのまま種を取っちゃう。こう、わかる？これ種です。もったいないとかって思うかもしれませんが、取っちゃう。雌しべがついてるやつ、雌しべがついてるやつっていうのはこの雌しべを取っちゃう。雌しべを取ると、これもう受粉しちゃってるんだけど、種がつき始めちゃってるんだけど、ついてないものだったら雌しべを取っちゃえば受粉しないので、このまんま楽しむことができますね。だから早めに花は切ろうねっていうお話をよく聞くと思うんですけど、ここね取っちゃえばなんとなくですね、雰囲気的にそのまんま楽しめるじゃないですか。もったいないんで。で、切る場合は切り花にしてもいいんですけど、このね感じ、こっちはちょっと後でね切ってみましょう。まずこのね花、見たらもうね作業、細かい作業なんですけど、僕花をね一輪一輪チェックしながら種を取ってっちゃいます。そうすると、このまま花をつけといても楽しめるわけですよ。で、雌しべがあるものも開いてればそのまんまどんどん取ってっちゃいます。取れちゃったということもあると思うんですが、爪でねプチッとつまむような感じでやっていただくと種が取れるので、で種がつくとね、これ来年ねほんと咲きづらいんですよね。栄養を使っちゃうから咲きづらくなっちゃう。で、雌しべも取っていくと非常に長くこの花がついてる風を楽しむことができるので、全部取っていきます。雌しべが蜜を出すのでアブラムシがね結構寄ってきちゃったりとかっていうのがあるんで、雌しべ外しは全ての品種のクリスマスローズで使える技なので、ぜひやっていただければなというふうに思います。特にこのプチドールっていう品種は花が多いんで、とにかくたくさん咲くので、種を取る、雌しべを取るっていうだけでも結構大変だと思います。で、パンジービオーラの花柄摘みと同じような感覚でですね、コツコツやってってもらえれば楽しくいけるんじゃないかなと思います、ね、作業的なものってこう無心になるじゃないですか。これマインドフルネスの瞑想状態と同じ気がしますけど、で種を取るだけだと、見た目ほら変わんないでしょ。このまま楽しめます。この後にやってほしい作業があって、はい、これプロが使う基本肥料、これを、そうね、これ8号の鉢なんでティースプーン3杯分、株元とかもこれ半端ないんだけど、肥料をねあげときたいんですよ。これは咲かせるための肥料ではなくて、どちらかというと株をね
疲れから回復させるというか、疲れさせないための肥料です。これをねやっといてあげるといいです。で、今ちょっとすぐ手元にはないんですけど、劇の一吹きと、芋ころ、これは吹いておきたいですね。アブラムシがかなりというか、まあ、ちょいちょいいたんで、もうね根詰まりもいいところな株なので虫がつきやすいかなっていうふうに思います。これね後で吹いときます。はい、次、上はもうバッチリ種がついちゃってる。こんな感じ見えるかな。この一本ね、下は種がついてるの、上はこれから綺麗に咲くやつなの。こんな感じで、種がついてる方は種取ります。で、こっちこのまんま綺麗だから置いときたいでしょ。これね、雌しべだけ取りましょう。受粉しないように、そうすると長く楽しめます。で、うつむき加減に咲くタイプであれば、下向いてたらわかんないで、これをそのまま切り花にしたいとかいうパターンもありなので、ちょっと種だけ取っちゃいますかね。長く咲かせたいので種を取ります。下から咲いていくので、下の方が古い花です。で、種が落ちた後こんな風になってませんね。そんな感じですけど、色はねグリーンじゃないんで。クリスマスローズってなんか色悪いな、気づいたら色悪いなって思ったやつは、古い花というか、咲き終わった花は緑になっていくので、意外とこのピンクが濃いのは咲き始めだけで、ここにもね小さいつぼみがいくつもあります。ここにもある、あと2個咲くし、で一番最初に開花したのはこれだから種がついてると。で、本当はね種がつく前にこうやって取りたいです。種を取りながら見ていくとか、あとはもう2本咲いてこれ以上もう咲かないよってやつはハサミでねプチンと切ってください。これ手で取れるかな。今ねちょっと手元でハサミがなくて、しかもこっち鍵かかってて実家に入れないという、痛恨のミスをいたしました。あ、取れた。今引っこ抜いたらいけたよ。これね、激力剤入りの水でチャポンってやるとシャキンと上がるんで、ただね普通の水だと塩入れてっちゃうんで、これねちょっと家に帰って飾りたいなというふうに思います。この切ったクリスマスローズなんですけど、まあ種とかこうやって取ってるじゃないですか、熱心でもね。グラスに水をこんなもんでいいです。そこに激力剤、これを1滴でいいです。毎日お水を変えるときに1滴入れたら、まあ、よく混ぜて、で切ってきたクリスマスローズ、この茎斜めにもう一回切ってください。切った時だけじゃなくて斜めにね、これほら表面積がしっかりね取れるように、で倒れやすいので端っこに飾るだけ、こんだけです。激力剤を入れるとめちゃくちゃ長持ちします。水がシャキンって上がるんでね、やってみてください。はい、取り終わりました。こんな感じと長く楽しめるということです。こっちももちろん肥料、これをあげますね。プロが使う基本肥料、これあげときます。株が疲れないように、ヘリコプターがブンブン上空を旋回しております。これ12号の鉢なんで、ティースプーン4杯分ぐらい、こんな感じか。たったこれだけちょろっとあげれば、あともうあげなくていいんで大丈夫です。以前ほら、あの葉っぱをね手でもいでったでしょ、その動画概要欄に貼っときますけど、どの動画だったかな、忘れちゃったから概要欄貼れないかもしれない。でこれがまだね、あのカラッカラになってないんですよ。でカラッカラになるとこうやってポキって勝手に折れるんで、カラッカラになったらポーンって抜いてあげたりね、もうちょっとねこのまましばらく置いてあげてください。ということで、今日は春クリスマスローズを長く楽しむひと手間ということでお届けしました。面白かった、役に立ったということで、高評価のグッドマーク、そしてチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。そしてこれね、プロが使う基本肥料、今日を、散々巻きましたけども、使ってみたいという方は概要欄の方見ていただけるとリンクが載ってますので、そちら確認してみてください。ということで、またお会いしましょう。さよなら。